皆さん、こんにちは、こんばんは、ひえこです。はい、えーと、今回は、えーと、ちょっとお買い物紹介にしたいなります。はい、えー、どっちらで買ったかと言いますと、アングルを買います。はい、えーと、まず、こちら、皆さんよくご存知、ま、あ、レジン買っている方だったらちょっとわかると思います。格営工房さんのグリーンオーさん、 ですねはい、それと、こちら、ネイル用品を購入したんですけど、ネイル工房さんから購入したので、この2箇所の商品をご紹介したいと思います。はい、えー、まず、こちら、えー、モールドを一つ購入しました。えー、いろんなね、星とか、ハートとか、胸なんか、あの、 ちょっとこう、おしゃれかも。ま、あね、イヤリングとかにもちょっとなんか使えるかなって思ったので、こちらを購入しました。もうね、モールド、格屋工房さんもね、いろんなモールドを販売してて、欲しいものがいろいろあるんですけど、ちょっとね、ここ最近あのー、引き出しも、あのー、モールドで、まあ、モールドで炙れてるって言っても、 あの、二つしか引き出し使ってないんですけど、結構ね、もう入りきらなくて、別の引き出しに入れるようになってしまって。で、あと、ちょっとね、あのー、この年末、レジングをやってる皆さんが分かると思いますが、福袋がありますよね。もう争奪戦ですよね、福袋。いろんなところから出てるんですけど、私も今回福袋は、ちょっといいものを買いました。はい。 いつもね、あのー、あまり高いのは買わないんですけど、今回はちょっと奮発しましていいものを買ったので、えー、ちょっとお買い物をね、ちょっと、自粛しようかなと考えてます。はい。というよりいいくつ、自粛できるかどうかわからないんですけど。はい。まずこちらですね。それと、えー、ネイル工房さんからですね、ネイル用紙なんですけども。はい。まずこちら。 これは、えっと、お花と、まあ、ここがあの、なんだろう、グラデーションになってたりとか、ゴールドの裏面が入った、こういうシールが、なので、こちらがね、ちょっと気になったので、2枚購入しました。はい。っていうことで、あと、こちら。はい、ピンク系なんですけど、こちらもね、ちょっとお花が、 可愛いくいいのと、あとこのゴールドのね、アクセントがちょっとね、気になったので、あの、購入しました。で、私あの、まあ、指がね、こう、小さいので、あの、もしね、あの、こういうアクセントがついてるのが、下の方じゃないと、結構ね、上についてたりすると、私結構、うん、そんなに爪、長くないので、最近ちょっと、 短くしてしまったので、あのー、あまりね、で、使えないんじゃないかなと思って、こういうも根元のあたりにアクセントがあるものを購入しました。それと、こちら。あのー、私、ここね、見てわかると思うんですけど、3D、私ね、3D シールっていうのは、よく見かけて、うん 見かけてたんですけど、ゴーディーシールっていうのは、ちょっと初めて見ました。なんかね、でもね、あの、すごくね、あの、皆さんちょっと伝わりにくいと思うんですけど、すごいぷっくり感があるんですよ。で、いろんなシールも、お花とかいろんなシールが、もういっぱいあって、いろんなの見てるとなんか、ね、<laughs> 私、ルーズさんだから、選べなくて、それでも、厳選に厳選して、一個だけ、このゴ,ゴーディーシールを買いました。これはね、パープルとか、あの、ちょっとイエローとか、多分これ、スマホでちょっと、色がね、違う。若干違うかなうん。若干わかりづらいと思うんですけど、 ピンク系も入ってるんですよ。で、可愛かったので、こちらを2枚購入しました。はい、それと、はい、こちらは、ええー、と、バラのシールになります。こういうね、バラのシールっていうか、あのー、私バラが好きなんですよね、こういうシールだと。で、 あの、まあ、アリスとかにも使えるし、あの、スカートの部分をね、こういうシール貼ったり、貼ってやったりっていうのが好きなので、コンシールも購入しました。それと同じバラなんですけど、こちらは葉っぱがちょっとゴールドになってて、かわいい。これかわいい。いや、こっちのバラもかわいいんですけども、 こっちのバラはまた、ちょっとね、ゴールド、ゴールドが入ってるとまた違いますね、イメージが。うん、これも可愛いです。そして、こちら、えっ、ー、と、タッツ、タッんうん。あのー、スタッっていうのかな、こういうの。バラの、これもバラなんですけど。これもバラなんですけど。 バラ子があったので、つい買ってしまいました。シルバーですね、こちらね。かわいい。これでもさ、ネイル用品にはちょっと、私結構立体感がありあると、お買ってやるのに結構、<laughs> 邪魔く、さくがおかが、まあでも、ついバラに控えて、 購入しました。はい。そしてこちら、同じく、バラのゴールドになります。これもね、ちょっと、惹かれちゃって、つい買ってしまいました。で、ここまでが、お買い物、さんんですけども、ネイル工房さんで、私あの、あ、そうそう,そう、おまけおまけがね、来いてたんでしょで、 お待ちがついてて、あ、どこだっけえっと、机工房さんが、こちらのお待ちになります。この、ゴールドを押すと、この、このな、な、な、なんつうのこれライントーンかねライントーンっていうのかなうん。こちらがね、お待ちでついてました。それでね、それで、それで、それで、中行くんだとあのね、 ネイル工房さんで、まあ、おまけってさ、まあ、お値段の、今もよるけど、私あんまり、おまけって大した、まあ、ネイル工房さんとはおまけついてんのかなって、うん、わからなくて、あの、前回、前のとき、筆を買ったりしたときに、こんなについたかなって、思うほど、思うほどっていうか、いやちょっとびっくりしたんですよ。 というのは、えっ、ー、と、まず、こちら。ネイルバッファー。これ4本もついてんの。えー、なんかこんな、こんな、で、いいのって、<laughs> いいのって、変だけど、びっくりしました、これ。で、ま、あこれね、普通の、ごく一般的な、100と180度なんですけど、多分裏が、 180の粗めだと思うんですけどね。で、これと、こちら。これ何て言うんだって、あのー、甘川を、こう、甘川甘川確か甘川の手入するときに使うものだったと思うんですけど、ね、ゼルネイルやっててなんで覚えてないんだっていう感じです。 <laughs> 忘れちゃったよ。<laughs> こういう、これ4音聞いてたんですよ。で、まさかこう、ちょっとびっくりしたって、私。それと、それとね、なぜか、これがついてました。これ、最初、見たときに、え、なんだろうって思ったんですよ。で、 え、これって何って、あ,あれ、剥がしたのにあれ、くっついちゃったかなこれ、これなんだろうあれ、よくわかんないんでしょ、これ。これがね、あれ、シールかなと思っちゃう。シールじゃないね。これがね、ちょっと、何ね。 使うものなのかが、よくわからないんですよね。うーん、レジが入ってるに使うのか。いや、まあ、あの、多分中に使えるのかなと、思います。って言って、このね、この、おばけがね、ネイルバッファー4本も、しかも同じの、つけてくるとは思ってもいなくて、開けたときにすごいびっくりしました。 はい。ということで、今回はですね、えー、お買い物紹介になりました。えグ、ー、リーンオーサさんとメルコーボさんの、えー、お買い物紹介になりました。はい。えー、こんな感じで購入しました。はい。ということで、今回は、この動画は以上になります。えー、まあ皆さんの参考になれたら嬉しいです。はい。ご視聴ありがとうございました。 また次回の動画も見てねー